井風太択1どうしても心から満足して世間一般の数勢に伴っていくことができないと知ったその日から彼はとある掘割のほとりなる太択にのみ一人産みがちなる空想の日を送ることが多くなった今の世の中には 面白いことがなくなったというばかりならまだしものこと、見たくでもないものの限りを見せつけられるに耐えられなくなったからである。進んでそれらのものを打ち壊そうとするよりも、むしろ退いて隠れるにしくはないと思ったからである。何もかも時を時節ならば是非もないというような川柳式の諦めが遺伝的に彼の精神を訓練させていたからである。 見すぎ,ぎならば洋服も着よう。生まれ落ちてから畳の上に両足を折り曲げて育ったねじれた体にも、当節の流行とあれば、直立した国の人たちの着る洋服をく面もなく採用しよう。用があれば停電しがちの電車にも乗ろう、自動車にも乗ろう、園遊会にも行こう、なにわ節も着こう、女優のブランコをも下から覗こう、沙黄劇も見よう。 洋楽入りの長唄も聞こう頼まれれば小説も書こう粗悪な紙の上に五色だらけにされても印刷もしていただこうそれに対する粗骨千万なジャーナリズムの批評も聞こう同業者のよしみにあんまり黙っていても悪いようなら議論のお相手もしようけれども要するにそれはみんな見すぎよすぎである川竹の浮身を囲つ歌沢の 糸より細き筆の命毛を都政にする是非なさおっと大変忘れたり彼というは堂々たる現代分子の一人ただし人の知らない別号をちんちん先生というハンカであるかくして先生は時代の生存競争に負けないため時代の人たちのすることは善悪無差別に一通りは心得ていようと努めた代わりそうするには どこにか人知れず心の隠れ家を求めて時々命の選択をする必要を感じた宿なしの小じでさえ眠るにはなお橋の下を求めるではないか嫌な客手の務めには形成をして引け継ぎのマブを許してやらねばならぬ先生は現代生活の仮面をなるべく巧みにかぶりおせるためには人知れずそれを脱ぎ捨てべき楽屋を必要としたのである。 昔より大員の隠るる町中の裏通り堀割りに沿う日陰の正宅はすなわちこの目的のために作られたる彼が心の安息所であったのだ2正宅は上がりかまちの二条を入れてわずかに四間ほどしかない古びた借家であるが吹き込んだ表の格子戸と家内の障子とからかみは 今のの職人の受け負い仕事を嫌い先頃吉原の焼ける前廃業する芸者屋の古建具をそのままに買い取ったものである2階の一間の欄干だけには日が当たるけれど下座敷は茶の間も共に外から入ると人の顔さえちょっとは見分かぬほどの薄暗さ川屋へ出る縁先の小庭に至っては日の目を見ぬ地面のしけきっていること気味悪いばかりである。 しかし先生はこの薄暗く湿った内おば、薄暗く湿っているがためになお懐かしくいかにも浮世に遠く失敗した人の隠れがらしい心持ちをさせることを喜んでいる石章の水鉢を置いたレンジ窓の下には主のため塗りの兄弟がある芸者が広めをする時の手ぬぐいの包み紙で腰張りした壁の上には ウコンの包みを着た三味線が日丁をかけてある大きなリ輪の長火鉢のそばには決まって猫が寝ている襖を越した次の座敷には薄暗い上にもさらに薄暗い床の間に極彩色の豊国の女姿が石竹流の生け花の陰から過ぎた時代の風俗を見せている。片隅には、 命という字を傘の形のように繋いで染め出した赤いサラサの布団をかけて多丼の火の薄暖かい置きごたつその後ろには二枚折りの屏風に今は大方個人となった役者や芸人の解明披露やおさらいのすり物を貼った中に田之助半代などの死にへ二三枚をも混ぜてある彼がことさらにこの薄暗い小宅を懐かしく思うのは 風鈴の根の涼しい夏の夕べよりも虫の根の冴える夜長よりもかえって底寒く曇った暗い冬の日のどうやら雪にでもなろうかという暮れ方近くこの一間の置きごたつに猫を膝にしながら所在投げに生あくびをかみしめる時であるのだ彼は窓外を呼びすぎる物売りの声と遠い大通りにとどろき渡る車の響きと 川屋の向こうの腐りかけた剣仁寺きを越して隣の家から聞こえ出す畑の音をば何というわけもなく悲しく聞きなすおめかけはいつでもこの時分には銭湯に行った留守のこと彼は一人明かりのない座敷の置きごたつにひじ枕して折々は透き盛る寒い川風に身震いをするのである。 チンチン先生はこんなところにこうしていじけていずとも便利な今の世の中にはもっと暖かなもっと明るい賑やかな場所がいくらもあることをよく承知しているけれどもそういう明るい晴れやかな場所へ得意然と出しゃばるのは自分などが先に立ってやらずとも成功主義の物の欲しい世の中には そういういところへ出しゃばって歯の浮くようなことを言いたがる連中が有り余って困るほどあることを思い返すと先生はむしろ薄寒い彰徳のおぎごたつにかじりついているのが涙の出るほど嬉しく寂しく悲しく同時にまた何とも言えぬほど皮肉な得意を感じるのであった表の貸子通りには日暮れにつれて吹き起こる空っ風の音が聞こえ出すと のお障子はどれが動くとも知れずガタリガタリと妙に気力の抜けた陰気な音を響かすその度びに寒さは続々襟元へしみいる勝手の方ではいつも居眠りしている下女がまたしても皿小鉢を壊したらしい物音がする多丼はどうやらもう灰になってしまったらしい先生はこういう時つくづくこれが 先祖代々日本人の送り過ごしてきた日本のうちの冬の心持ちだと感じるのである。宝井企格の家にもこれと同じような冬の日が幾度となく来たのであろう。北川歌丸の F で持つ指先もかかる寒さのために凍ったのであろう。馬琴や北斎もこの置きごたつの日の消えかかった儚さを知っていたであろう。 一区、春水種彦をはじめとして露文木阿弥に至るまで少なくとも日本文化の過去の誇りを残した人々は皆己と同じようなこの日本の家の寒さを知っていたのだしかして彼らはこの寒さと薄暗さのうちにも恨むことなく反抗することなく手錠をはめられ反木を取り壊す女将のご成敗を感受していたのだと思うと。 時代の思想はいつにになっても昔に変わらぬ今の世の中先生は形ばかり西洋模倣のクラブやカフェの暖炉のほとりに葉巻を食い出し新時代の人々と舶来のウイスキーを傾けつつ恐れ多くも天下のご政治をうんぬんしたとて何になろう我々日本の芸術家の先天的に定められた運命はやはりこうしたおきごたつの肘枕より他にはない。 というようよなな心持ちになるのであった、3. 人種の発達とともにその国土の底に深くも根ざした市場の乱象を鑑み育時代の遺伝的収容をへたる人数危険の悟りに我知らず襟を正す折しもあれ先生は時々かかる暮れ方近く 隣のうちから子供のさらう稽古の三味線がかえって昼過ぎの真昼よりも一層にぎやかに聞こえ出すのに眠るともなく冷めるともなく疲れきった寂しい心を揺すぶらせるうちの中はもう真っ暗になっているが表にはまだ斜めに移ろう冬の夕日が残っているに違いないああ三味線の音色なんというはかない 気も入りたき哀れさを催さをせるのであろうかつてそれほどにまだ事故を知らなかった得意の自分に先生は長々しい小説を書いてその一節に三味線と西洋音楽の比較論などを試みたことを思い返す世の中には古車寺保存の名目のもとに古車寺の建築を修繕するのではなくかえってこれを破壊もしくは俗化してしまう山師があるように 法学の改良進歩を企ててかえって法学の新生命を殺してしまう熱心化のあることを考え出すしかし先生はもうそれらをば余儀ないことであると諦めたこんなことを言って三味線の議論をすることすらがすでに三味線のためにはこの上もないお辱なのである江戸音曲の江戸音曲たるゆえんは時世のために見る影なく踏みにじられていくところにある 自生とともに進歩していいくここととのできないところにあるしかも人思いに潔く殺され滅ぼされてしまうのではなく新時代のいろいろな野心家の汚らしい手にいじくり回されて散々慰まれ恥ずかしめられた挙句なぶり殺しにされてしまう痛ましい運命それから生ずる無限の愛称がすなわち江戸音玉の新生命である。 少なくともそれは二十世紀の今日洋服を着て葉巻を吸いながら聞く我々の心に響くべき三味線のつぶやきであるさればこれを改良するというのもあるいはこれを撲滅するというのもいずれにしても滅びゆく三味線の身にとっては同じであると言わねばならぬちんちん先生が帝国劇場において金毛湖のごとき新曲を聴くことを辞さないのは つまり灰の中から宝石を探し出すように新しきもののところどころにもまだ残されている昔のままの節付けを拾い出す儚い楽しさのためである同時に義古派の歌舞伎座において大雑摩を聞くことを喜ぶのは古きものの中にも知らず知らず染み込んだ新しい病毒に遠からず古きもの全体が腐って倒れてしまいそうな そのやるせない無情の真理を悟りうるがためである。思えばかえって不思議にも今日という今日まで生き残った江戸音玉の哀愁をば先生はあたかも狂わを抜け出てただ一人闇の夜道を裸足しのままにかけていく女のようだと思っている。頼りの恋人に出会ったところで末永く添い遂げられるというではない。 互いに手を取って南無阿弥陀仏と死ぬばかり。もし籠かきの悪者に出会ったら孔信塚の藪影に思うさましめられてなお命あらばまた煙獄へ売り飛ばされるに決まっている追手に捕まって元の車へ送り戻されればキセルの折貫にまたしても毎夜の浮き努め死ぬと言い,い消えるというが ここの世のののの世中にこの女の望みうべき幸福の最絶頂なのである。と思えば先生の耳には本調子も荷上がりも三下がりも皆「この世は夢じゃ諦めさんせ諦めしゃんせ」と響くのである。されば隣で歌う歌の文句の「夢と思いて精神は」と言い「頼むはミラの恩近い」。 南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏というあたりの節回しや三味線の手に至っては江戸音曲中の仏教的思想の音楽的表現がその芸術的価値においてまさに学劇「パルシフアル」中の例えば「聖金曜日」のモチーフなどにも比較しうべきもののように思われるのであった諦めるにつけ悟るにつけ さすがはまだ凡夫の身の悲しさにちん先生は昨日と過ぎし青春の夢を思うともなく思い返すふとしたことからこうして囲っておくお妾の身の上やその慣れ初めの歴史を繰り返して考えるお妾は無論芸者であった中野町で半玉から仕上げた腕だけに芸のある代わり全くの無筆である 稽古本で見慣れた金よりほかには何にも読めない「秋めくら」であるこの社会の人の持っているあらゆる迷信と碧剣と虚偽と不健康等を一つ残らず遺伝的に譲り受けている伊藤織の島柄を論ずるには詳しいけれど電車に乗って新しい都会を一人歩きすることはいまだにできないつまり明治の新しい女子教育とは全く無関係な女なのである 稽古歌の文句によって親の許さぬ色恋は悪いことであると知っていたので初恋の若旦那とは生着を裂くつらい目を見せられてもただその当座泣いて暮らしてそしてやけ酒飲むことを覚えたくらいのもの別に天も恨まず人をも恨まずやがて周囲から強いられるがままに嫌な男にも我慢して身を任した嫌な男への屈辱からはたちまちマブという秘密の快楽を覚えた 多くの人のもて遊びにに、なると同時に多くの人をもてあそんで浮きつ沈みつ定めなき不徳と咽頭の生涯のその果てがこの川沿いの正宅に余生を送ることになったのである深川の湿地に生まれて吉原の水に育ったので顔の色は生まれつき朝黒い一度髪の毛がすっかり抜けたことがあるそうだ酒を飲みすぎて血を吐いたことがあるそうだ それから体が生まれ変わったように丈夫になって中温の喉に粋なサビができた時々頭が痛むといってはこめかみへ公約を張っているものの今ではめったに風邪をひくこともない突然お腹へ差し込みが来るなどと大騒ぎをすると思うと納豆にお茶漬けを3杯もかき込んで平然としているお参りに出かけるほか芝居へも寄せへも一向に行きたがらない 朝寝が好きで髪を直すに時間を惜しまず男を相手に微妙な冗談を言って夜更かしをするのが好きであるがその割には世帯持ちがよく借金の言い訳がなかなかうまい年は256この社会の女にしか見られないその朝黒い顔の色の妙にすべっこく磨き込まれている様子は ちょうど多くの人手にかかって丁寧に吹き込まれた霧の手あぶりの艶に等しくいつも重そうなまぶたの下に鈍ったような夢見るようなその音色には照りもせず曇りも果てぬ晩春の空の言い知れぬ賃貸の味が宿っているとでも言いたいくらいに先生は思っているのである実際今の世の中に このチンチン先生ほど芸者の好きな人専業婦の病的美に対して称賛の声を惜しまない人はおそらくあるまい彼は何故に専業婦を愛するかという理由を自ら解釈して道徳的および芸術的の二条に分かった道徳的にはかつて見果てぬ夢という短編小説中にも書いた通り 特殊の時代と制度のもとに発生した下流界全体は最初からあからさまに虚偽を標榜しているだけにそのうちにはかえって虚偽ならざるもののあることを嬉しく思うのであったつまり正当なる社会の偽善を憎む精神の変態が幾多の無理な訓練収容の結果によってかかる不正暗黒の方面に一条の結露を開いてここに わずかなる満足を得ようとしたものと見て差し支えないあるいはまたあまりに湖畔なる典型に陥りすぎてかえって心情の潤いに乏しくなった古来の道徳に対する反感からわざと悪徳不正を迎えて一時の開催を呼ぶものとも見られる要するに遠征的なるかかる奇弁的精神の傾向は破壊的なるロマンチズムの主張から生じた一種の病変であることは 彼自身もよく承知しているるのである承知していながら決して改心する必要がないと思うほどこの病兵を芸術的に崇拝しているのであるされば専業婦の美を論ずるには極端に流れたる近世の芸術観をもってするよりほかにはない理性にも同情にも訴えるのでなくただ過敏なる感覚をのみ基礎とした近世の極端なる芸術を干渉しえない人は 彼から言えば到底縁なき衆生であるのだ女のを嫌いな人に強いて女の美を解き教える必要はない酒に害あるは言わずと知れた話であるしかもその害毒を恐れざる多少の覚悟と勇気あって初めて酒の徳を知りうるのである伝え聞く北米合衆国においてアメリカインディアンに対して絶対的にウイスキーを売ることを禁ずるは インディアンの「ひとたび酔えば全く凶暴なる野獣」と変ずるがためである。インディアンの神経は染色微生の文明的訓練なきがためである。収容されたる感覚の快楽を知らざる原始的健全なる某帝国の社会においては婦人の裸体がを持って直ちに国民の風俗を破壊するものと認めた。南アフリカの国土は獣のごとく口を開いて交渉することを知っているが、 声もなく言葉にも出さぬ美しい微笑みによって言うに言われぬ複雑な内心の感情を漂白する術を知らないそうである健全なる某帝国の法律が恋愛と婦人に関する一切の芸術をポルノグラフィー以外に認めることのできないのも思えば無理もない次第である議論が思わず脇道へそれた承諾のあるじたるちんちん先生は 格のごとくに社会の世論の極端にも厳格、古端、偏京・単一なるに反してこれはまた極端におよそ倍食という一切の行動には何とも言えない悲壮の神秘が潜んでいると断言しているのである冬の暗夜に悪病を負う辻気味が人の袖を引き止める痛ましい呼び声は直ちにこれ在生深き人類の闇敵まことの嘆きではないか。 マルセル・セシオフというフランスの詩人は我々が悲しみの淵に泣き沈んでいる瞬間にのみただの一夜ただの一度我々の目の前に現れてくるという辻気味。二度と巡り会おうとしてももう会うことのできないという辻気味のことを書いて「あの女たちはいつまでも我々のそばにいるものではないあまりに悲しい身の上の恥ずかしく長くとどまっているには耐えられないからであるあの女たちは 我々が涙に暮れているのを見ればこそ面と向かって我々の顔を見上げる勇気があるのだ我々はあの女たちを哀れと思う時にのみかの女たちを了解し得るのだと言っている近松の真珠ものを見てもわかるではないか慶政の誠が金で面を張る圧政な大臣に解釈されようはずはない 変わる夜ごとの枕に泣く売春婦の真の心の悲しみは親の慈悲妻の情けをあだにしたその罪の恐ろしさに泣く法当時の身の上になって初めて知りうるのである「形勢にとあるほどかいもせず」と千柳氏もすでにメイクを吐いているちんちん先生は生まれつきのつむじ曲がり親には見放され学校は追い出され その後は白波者の主人公のような心持ちになってとかくに強い者を威張る者が大嫌いであったから自然とたくまずして若い自分から売春婦には惚れられがちであったしかしこういう剛くばりの男のことゆえ芸者が好きだと言っても当時新橋第一流の名家と世にもてはやされる名古屋種の美人などに目をくれるのではない深川の堀割の夜更け 石置き場の陰から這い出す辻味にも等しいかの水天の実の浅ましさを愛するのである悪病を包む鎖し肉の上にただれし我が心の悲しみを休ませるのであるされば川沿いの正宅にいる先生のお目かけも要するに世間並みの目を持ってみれば少しばかり甲羅をへたるこの種類の安物たるに過ぎないのである5 隣おめかけはだいぶ化粧に念がいっていると見えてまだ帰らない先生は昔のことを考えながら夕飯時の空腹を紛らすためか火の消えかかったおぎごたつに頬杖をつき口から出まかせに変わりゆく末のようながらいにしえを今にしのぶの恋草を誰に詰めとか繰り返し歌う隣の稽古歌

同じおきごたつにことよせて「春水が手錠をはめられ海老蔵はお江戸構いの昔ならわしも定めし島流し硯の海の波風に命の筆の見慣れ座を折れて頼りも荒いその通り引っ込む無理の世は今も昔の夢の跡尋ねみやんせ思い出の玉倉寒しおきごたつ」とやらかした。

黄色い光が空かかみの隙間にさす先生はのそのそおきごたつから次の間へ入らしてあり合う長ギセルで23服タバコを吸いつつ4年もなくお目かけの化粧する様子を眺めた先生は女が髪を治す戦士万体のしかもそのあらゆる場合を通じてことごとくこれを秩序的にそらんじなおかつ飽きないほどの熱心なる観察者である。 忍び合いの小座敷には跳ね返した重いヤグへ背を寄せかけるようにそして立て膝した長襦盤の膝の上かあるいはまた船底枕の横腹に懐中鏡を立てかけてかかる場合に用意する次のお串を取ってまず23度枕の戸が鳴る瓶の遅れ毛をかき上げた後はねじるように全身をそらして串の背を歯に加え両手を高く長襦盤の袖口はこの時下へと滑って その二の腕の奥にもし入れ袋くあらば見えもやすると思われるまで両肘をひのじなじに張り出して後ろのタボを直しさてまた最後にはさながらヘチマの取っ手でもつまむがように二本の指先で前髪の束ね目を軽く持ち上げ片手の口にて前髪の膨らみを生え際の下から上へと迅速にかき上げるタボ止めの一二本はいつも口へくわえているものの 女はこの長々しい熱心な手芸の間黙ってぼんやり男を退屈させておくものでは決してないまたの王勢の約束やらこれから他の座敷へ行くつらさやらとにかく寸徹人を殺すべき偏見・責後はかえって自在に有力にこの忙しい手芸の間に乱発されやすいのである先生は芝居の桟敷にいる最中といえども 女が折々思い出したように顔を斜めに浮かしてちょうど仏画の人物にでもあるようなきれいにそろえた指のひらで絶えず瓶の形を気にするありさまをも見逃さない。さればいよいよ湯上がりの両肌脱ぎ内が潰れようが地面が裂けようが我関せずというありさま身も魂も打ち込んで鏡に向かう姿に至っては。 先生は全くこれこそ日本の女の最も女らしい形容を示す時であると思うのである幾世紀の洗練を経たるアレキサンドリン十二音の祝をもって自在にミュッセをしてパリ娘の踊りの裾を歌わしめよ我にはまた来歴ある一中節の黒髪がある次のお串という単語さえもが我々の情緒を動かすにどれだけ強い力があるかそこへ行くと 哀れや色さまざまのリボン美しといえどもダイヤモンド入りのハイカラグ串立派なりといえどもそれらのものの形とものの色よりして新時代の女性の生活が芸術的幻想を勇気しうるまでにはまだまだ多くの年月を経た後でなければならぬ新時代の芸術の力をもっともっとたくさんに借りた挙句の果てでなければならぬしかるに既に完成し終わった江戸芸術によって 溢れるまでその内容の生命を豊富にされたるかかる下町の女の立ち居振る舞いにはあえて化粧の時の姿に限らない春雨の格子戸に渋蛇の芽開きかける様子といい長火鉢の向こうに長ぎせる取り上げる手つきといい物思う夕まぐれ襟にうずめる音がいといいさてはただ風に吹かれる瓶の毛の一筋空だけの帯の端にさえ 言うばかりなき「風情,が生ずる風情とは何ぞ芸術的洗練をへたる空想家の心にのみ味わわるべき言語に言い表し得ぬ複雑豊富なる美観の満足ではないかしかもそれは軽く淡く快き半音下がったミノールの調子のものである」チ「ンチン先生は芸者上がりのおめかけの遊賞をおばつまり 生きて物言う浮世絵と見て楽しんでいるのである明治の女子教育と関係なき専業婦の陰微なる生活によって乱熟した過去の文明の遠い囁きを聞こうとしているのであるこのわずかなる異案がちんちん先生をして洋服を着ないでも済む半日をただうつうつとこの庄卓に送らせる理由であるすでに庄卓というこの文字が もうなんとなく廃滅の君を帯びさせる上に、もしこれを雑誌などに出したなら、定めし文芸即悪徳と思い込んでいる老人たちが、例の物議を起こすことであろうと思うと、なおさらに先生は嬉しくてたまらないのである。六おめかけのお化粧が済む頃には、ちょうど下女がお釜の火を引いて、前立ての用意をし始める。 この卓には、ちんちん先生一流の趣味によって、食事の折には一切、新時代の料理やまたは小町合いの座敷を連想させるような、上等ならば主旦、安物ならばニス塗りの食卓を用いることを許さないので、長火鉢の向こうへ持ち出されるのは、古びて剥げてはいれど、やや大型の猫足の塗り膳であった。 先生は最初感情の動くがままに小説を書いて出版するや否やたちまち内務省からは風俗回覧警察からは発売禁止本屋からは損害賠償の手詰めの談判さて文壇からは引き続き歓楽に哀愁に宝刀に追憶と身に引き受けた看板の傷に等しき悪名が今はもっけの幸いに高等ユーミン不良少年をお得意の文芸雑誌で飯を食う。 のののやっっことまで成り下がってはいるもさすがに筋目正しい血筋の昔を忘れぬためであろうかあるいはまたあらゆる芸術の放坦自由の限りを欲する中にも自然と備わる貴族的なる形の丹偵古典的なる線の名跡を望む先生一流の芸術的主張が知らず知らず支えなる常住座画の間に現れるためであろうかそは作者の知るところにあらず。 とにかくちんちん先生は食事の前につく前には必ずえもんを正し角帯の緩みを締め直し縁側に出て手を清めてから折々窮屈そうに膝を崩すことはあっても決してあぐらをかいたりけずねを出したりすることはない。食事の時フランス人が決まってセルビエットをあごの下からよだれかけのように広げてかけると同じく先生は必ず三つ折りにした懐中の手ぬぐいを膝の上に置き お目かけがお釈クするさかづきをひとなめしつつ、おもむろに前の上を眺める。小さな汚らしい桶のままにこのわたが乗っている。小皿の上に見切ればかりの赤みがかった松やに見たようなもののあるのはからすみである。仙厨の名産幹部なの鶯焼きにカワエビの串焼きと今度名物の甘い甘いゆず味噌はお茶漬けの時お目かけが大好物の。 ななくてはならぬ品物である。先生は汚らしい桶の蓋を静かに取って下痢した人粉のような色を呈したナマコの腹綿尾葉杉橋の先ですくい上げると長く糸のようにつながってなかなか切れないのを気長に幾度となくすくっては落とし落としてはまたすくい上げてちょうどいい加減の長さになるのを待って傍らの小皿に移し 再び丁寧に蓋をした後ややしばらくの間は口もつけずにただうっとりとして荒海の磯臭い香りをのみ味わっていた先生はこの綿のこの匂いといい色といいまたその汚らわしい桶といい全て何らの就職をも調理をもできうる限りの人為的技巧を加味せざる天然野生の粗暴が 陶器漆器などの食器に盛られている料理の真ん中に出しゃばってここに何とも言えない大胆な意外な不調和を見せているところにいわゆる「ガチ」と唱える極めてパラドックサルな美観の満足を感じてやまなかったからである由来この種の「ガチ」はある一派の愛国主義者をして断言せしむれば日本人独特固有の趣味とまで解釈されているくらいで 室内装飾の一例をもってしても床柱には必ず皮のついたままの天然木を用いたり花を生けるに切り離した青竹の筒をもってするなどはなるほどロココ式にもアンビール式にもないようであるしかしこの議論はいつもある条件をつけてある程度に押しとどめておかなければならぬあんまりお調子づいてこの論法一点張りで東西文明の比較論を進めていくと 些細な特殊の実例を挙げる必要なくいわゆるメイゾン・ド・バビエ紙の家に住んで畳の上に夏は昆虫類と同棲する日本の生活全体が何よりのガチになってしまうからである。ちんちん先生はこんなことを考えるのでもなく考えながら多年の食い道楽のために病的過敏となった舌の先で苦いとも辛いとも酸っぱいとも 到底一言では言い表し方のないこの奇妙な食物の味わいを吟味して楽しむにつけ国の東西時の古今を論ぜず文明の極地に沈黙した人間は是非にもこういう食物を愛好するようになってしまわなければならぬ芸術はついに国家と相入れざるに至って初めて尊く食物は衛生と拝礼するに及んで真の味を生ずるのだ。 けれどもそこまで進もうというには妻あり子あり金あり位ある普通人には到底薄気味悪くてできるものではないそこでおのずとものには玄人と素人の差別が生じるのだとちんちん先生は自己の敗退趣味に絶対の芸術的価値と威信等を付与していささか得意の感をなしすさみきった生涯のせめてもの慰めにしようと試みるのであったがしかしなんとなく 我が身の行く末空恐ろしく「はああ人間もこうなっちまっちゃもうおしまいだ」「滋養に富んだ牛肉とお行儀のいい鯛の塩焼きぐらいを美味の限りと思っていられるほどの健全な朴凸な無邪気な人たちは幸福だ」「もしや自分ももう一度そういう人たちの程度にまで復帰することができたとしたらどんなに万々歳なおめでたかりける次第であろう」 町長として牌を傾くこと。再び見た度と見れば、おめか妾は新しい。手ぬぐいをはなで、つけたての紙の上にかけ、台所の板の間に膝をついて下女任せにしてはおけない。しらう。おか何かの料理をこしらえるためにとしきりに七輪の下をばしぶうちわで仰いでいる。7。なんたる物哀れな。美しい姿であろう。 夕下生の襟足際立つ手ぬぐいのかぶり方襟付きの島の小袖肩から滑り落ちそうな絹の反転絹の前掛けしどけなき腹合わせの引っ掛け帯すべて現代の道徳家をしては覚えず眉をひそめしめ警察官をしてはそぞろに県議の目を鋭くさせるような国定ぶりの年島盛りがまめまめしく台所に働いている姿は 勝手口の破れた水障子引き窓の綱七輪水亀かまどそのそばのすすけた柱に貼った公人様のお札なぞ、一体に汚らしく乱雑に見える周囲の道具立てと相まって草造紙に見るようななんという儚いわび住まいの情調、また歌沢の節回しに歌い古されたようななんという三元的情調を示すのであろう。先生は、 単に我が食事を調理してくれるお目かけを見る時のみではない長火鉢の傍らに今こそおあつらえの安堵はなけれいずれ夜という優秀の世界のともし火の光にしょんぼりしたその影を汚れたる焼卓の壁の上に映させつつ物静かに男の着物を塗っている時あるいはまた夜の寝床にまず男を寝かした後我が身は静かに その羽織着物をたたんで角帯をその上にのせ枕元のタバコ盆の火を検査し辺りを暗くするために安藤の刀身を少しく引っ込め酔いの口下女が布団を敷くと同時に引き回しておく屏風の引き回し方を少しく直してから初めて片膝を布団の上へ乗せるように枕元に座ってまず一服した後のキセルを男に出してやる。こういうい時々、 先生は口には出せない無限の愛称と無限の感謝を覚えずにはいられないのである。この無限の愛称この無限の感謝は一人召喚の女の上にのみとどまらずこうした女のこうした場合におけるこうした時の姿を見る時には必ず先生の心の内に発動する感情なのである。無限の愛称は 新時代の寛に遠い無教育なる下町の女の血の中に遺伝的に残されて恐ろしい先生時代の女子教育の面影をしのぶからである無限の感謝は新時代の企てた女子教育の効果が先生時代のそれに比して特育的にも地域的にも実用的にも神秘的にも一つとして見るべきもののない実例を証拠立てうるからである無筆のおめかけは ガスストーブもエプロンも西洋都市の料理案内という書物も全て下手な道具立てなくして巧みにうまいものを作りうると同時にまた四季折々の時効に従って徘徊的死守を覚えさせる野菜・魚介の選択に通行しているそれにもかかわらず私はもともと癒やしい家業をした体ですからと万事に献上であっていかほど家庭をよく治め 男に満足と幸福を与えたからとてつゆほどもそれを己の功としてこれ見よがしに誇るのねなければ女学校出身の誰々さんのように夫の留守に新聞雑誌記者の訪問を受け原稿料いらずのいい食い物にされるとはお気がつかれずましてや雑誌の出来上がった時には淋病梅毒子宮がの広告の赤紙の間に生き恥さらすこととは知らぬが仏。 ただちに得意の小鼻をうごめかして、ありがたからぬご面相の写真まで取り出して、わらわの家庭団など追っ始めるような恐れは決してない。かく、口汚くの罵るものの、先生は何も新しいフェニミズムを根本から否定しているためではない。婦人参政権の問題などもむしろ当然のこととしているくらいである。しかし人間は、総じて男女の別なく、 いかほど正当な当然なことでもそれをば正当なりと自分からは主張せずに出しゃばらずにどこまでも遠慮深くおとなしくしておる方がかえって奥ゆかしく美しくはあるまいか現代の新婦人連は大方これに応えてそんなお人よしな態度をとっていたならますます権利を蹂躙されてついには浮かむせがなくなるというかもしれぬ。もし浮かむせなく 強い者の,のために沈まされ滅ぼされてしまうものであったならばそれはいわゆる月に村雲花に嵐の風情弱きを滅ぼす強き者の,の下船にして無礼野蛮になることを証明するとともに滅ぼされる弱き者の,のいかほど上品で美礼であるかを証明するのみである自らを下船収穫になしてまで存在を続けていく必要がどこにあろう潔く落下の雪となって気えるにしくはない 何に限らず、正当なる権利を正当なりなと主張するごときは聞いたふうなへりくつを盾にするようで実に三百代言的新聞や的田舎議員的ではないかそれよりか身に覚えなき罪とがも何の証しの立てようなく哀れ形状の露と消えなんていう方がなんとなく東洋的なる固有の残忍非道な思いをさせてかえって痛快ではないか。 青山原宿あたりの見かけばかり門構えの立派な菓子屋の2階で観光場式の椅子テーブルの小道具よろしく女子大学出身の崔君がネズミ色になったパクパクな足袋を履いて夫の不貧困を責めののしる謎はちょっと輸入的ノラらしくて面白いかもしれぬがしかし見たところの外観からしていかにも心底からノラらしい深みと強みを見せようというにはやはり髪の毛を黄色く目を青くして なろうことなら言葉も英語かドイツ語でやった方がなお一層よさそうに思われる。そもそも日本の女の女らしい美点歩行に不便なる長い絹の着物と薄暗い髪針の家屋と母音の多い緩慢な言語とそれらすべてに調和して動かすことのできない日本的の女性の美は動的ならずして政治的でなければならぬ。争ったり主張したりするのではなくて 苦しんだり悩んだりする哀れはかないところにあるいかほど悲しいことつらいことがあってもそれをば決してかのうサラ・ベルナールの長ゼルフのようには弁じ立てず薄暗い安道の陰に今頃は半七三の節回しそのまま身をねじらして黙って塞ぎ込むところにある昔から言い古した通りカイドウの雨に悩み柳の糸の風に揉まれる風情は 単に日本の女性美を説明するのみではあるまい日本という庭園的の国土に生ずる秩序なき淡白なる可憐なる疲労せる生活及び思想の弱く儚きすべての死種を説明するものであろう八。8. しかり多年の厳しい制度の下に我らの生活はついに飲酒的に活気なく 貧乏臭くだらしなく頼りなく間の抜けたものになったのであるその耐え難き裏寂しさと退屈さを紛らすせめてもの手段は不可能なる犯行でもなく憤怒ぬ遠さでもなくぐっとさばけて諦めてしまってそしてその平平凡々ボンボン極まる無味単調なる生活のちょっとしたところにちょっとしたおかしみおもしろみを発見して これをとんち的な極めて軽い芸術にしてあざけったり笑ったりして戯れ遊ぶことである桜咲く三味線の国は同じ先制国でありながらシナやトルコのように金と力がないゆえに万代不易の広大なる建築もできず荒涼たる砂漠や原野がないために孔子、釈迦、キリストなどの考え出したような宗教も哲学もなくまた同じ温かい海はありながら どういうわけかギリシャのような芸術も作らずにしまった。よし一つや二つ何か立派などっしりしたものがあったにしても、古今に通じて世界第一無類いとびきりとして誇るには足りないような気がする。しからば何をか最も無類いとびきりとしようか。貧乏臭い間の抜けた生活のちょっとしたところに、おかしみ面白みを見出して戯れ遊ぶ、俳句、 ウタ、小話のごとき種類の文学よりほかには求めても求められまい。論より証拠まず試みに「司教」をひもとこうが「東四戦三大師」を開こうが我が俳句にあるごとき雨漏りの天井屋根商事神馬鳥獣の糞、便所台所などに純芸術的興味を託した作品は容易に見出されない。 ギリシャ・ローマ以降大西の文学はいかほど盛んであったにしても未だ一人として我が俳人一茶大江丸のごとくに放棄や小便や野グソまでもしかするほどの大胆をあえてするものはなかったようである日常の会話にももがかったことを軽いユーモアとして取り扱いうるのは日本文明固有の特徴と言わねばならないこの特徴を形作った大天才は やはりすべての日本的固有の文明を創造した老居の江戸人であることは今さらここに論ずるまでもない。もし以上のごときチン,チン先生の書論に対して不同意な人があるならば「こう」「試みに九州に従った極めて平凡なる日本人の住みについて「まずその便所なるものが縁側と座敷の障子と庭などと相まっていかなる神秘的価値を有しているかを観察せよ」 母屋から分かれたその小さな低いこけらぶきの屋根といい竹格子の窓といい入り口の杉戸といいことに手を洗う縁先の水鉢ひしゃくそのそばには決まって波乱やつわぶきなどを下草にして南天や勾配のごとき庭木が目隠しの芝垣を後ろにして立っているありさま春の明日にはうぐいすがこの長ょ鉢の水を飲みにひしゃくの絵に泊まる。 夏の夕べには縁の下から大きなヒキガエルが湿った青ゴケの上にその腹を引きずりながら歩き出る家の主が石灰や金魚の水鉢を縁側に置いて楽しむのも大抵はこの手水鉢の近くである宿の妻が虫かごや風鈴を吊るすのもやはり便所の戸口近くである。 草蔵氏の表紙や見返しの衣装などには便所のトトをかけた手ぬぐいと長ズバチとがいかに多く使用されているかわからない核のごとく都会における家庭の優雅なる方面町中の住居の私的城主をもっぱら便所とその周囲の情景にあおいだのは実際日本ばかりであろう西洋の家庭にはどこに便所があるか決してわからぬようにしてある 習慣と道徳とを無視するいかに驚愕なるフランスの画家といえどもまだ便所の詩集を主題にしたものはないようであるそこへ行くと江戸の浮世絵師は便所と女とを配合して巧みなる冒険に成功しているではないか細帯しどけなき寝巻き姿の女が返しを口にくわえて例の生めかしい縦て膝ながらに蝶洲鉢のひしゃから水を汲んで手先を洗っていると そそのそばに置いた根谷のぼんぼりの光はこの流派の常として極端に陰影の度を誇張した区画の中に夜の小雨の糸しめやかに街道の花びらを散らす小庭の風情を見せているなどは誰でも知っている誰でも喜ぶ誰でもいざなわれずにはおられぬ微妙な無性の詩ではないかあえて絵空ごとなんぞというなかれ と確に芝居を芝居絵を絵とのみしてそれらの芸術的上司は非常な写真贅沢にあらざれば決して日常生活中には味わわれるもののように独り決めしている人たちは容易に思考しないかもしれないが便所によって下町風な女姿が一層の筐体を添えうることは何も豊国や国定のガト中のみに限らない嘘と思うなら目にも蜜蝋のわび住まい チンチン先生は現にその承諾においてそのおめかけによって実地に安上がりにこれを味わってござるのである。9. 一体にただ何という考えもなしに文学美術をその弊害からのみ観察してさながら十悪七罪の一つのように思い出している連中は日常の生活に芸術味を加えて生存の楽しさを慎重ならしむることをば よからぬ行いとするるのがが例であるが何もそれほどまでに用心して恐れおののく必要はあるまいそりゃなるほど立派な大きな芸術を起こすには個人としても国家としてもそれ相当に金と力と時間の犠牲を払わなければならぬゆえ万が一しくじった場合には損害ばかりが残って危険かもしれぬ日本のような貧乏な国ではいかに思想上価値があるからとて もしワグナーのごとき学劇一曲をやや完全に冤然などと思い立たば米や塩にまで重税を付して人民どもに途端の苦しみをさせねばならぬようなことが起こるかもしれぬがしかしそれはまあそれとして何もそれほどまでに考えずともある種類の芸術に至っては決して二宮尊徳教と抵触しないで済むものがいくらもある。日本の御老人連は イギリスのこととさえ言え言ば、何でもすぐに安心して喜ぶからちょうどよい。健全なるジョン・ラスキンが理想の流れを組んだ近世装飾美術の改革者ウィリアム・モーリスというイギリス人は現代の装飾および工芸美術の堕落に対して常に趣味と贅沢と混同しまた美と風紀と同一しせざらんことを説き趣味を持って贅沢に変えよと叫んでいる。 モーリスはその主義として芸術の専門的偏京を憎みあくまでその一般的干渉と実用等を欲したために時にはかえって極端過激なる議論をしているがしかしその言うところはあえて英国のみならずことに我が日本の社会などに対してはこの上もない教訓として聞かれるべきものが少なくないその一例をあぐれば現代一般の芸術に趣味な起点は 金持ちも貧乏人もつまりは同じであるということからモーリスは世のいわゆる高渉優美なる紳士にしてイタリアエジプト等を旅行して古代の文明に対する造詣深く古美術の話とさえ言えば人に劣らぬ熱心家でありながら平然として何の気にするところもなく請負い武神のような修裂俗悪な居室の中に住まっている人があると概嘆している。 これは知識ある階級の一つらが家具および家内装飾等の日常芸術に対して一向に無頓着であることを通話したものであろうが我が日本の社会においてもまた同様書が骨董と称する古美術品の優秀成画とそれを愛するとか称する現代紳士富豪の思想および生活を比較すれば誰かあぜん足らざるをえんや。 しかしてここにさらにさらに一層あぜん足らざるを得ざるは新しき芸術新しき文学を唱うる若き近世人の立ち居振る舞いであろう。彼らは口にイタリア復興期の美術を論じフランス近世の叙情史をうんぬんして芸術すなわち生活生活すなわち美とまで言いなしながらその原稿の一致せざることむしろ憐れむべきものがある。見よ、 彼らは己の要望と体格とに調和すべき日常の衣服の品質島柄さえ満足には選択しえないではないか。ある者は大元人の玄関板のごとく、ある者は歯医者の落ちぶれのごとく、ある者は非番巡査のごとく、またある者は浪武節語りのごとく、創始役者の馬の足のごとく、その外見は千差万用なれども、そのふんどしの汚さ加減は、 いずれれももさぞやと察せられるるのばかりである彼らはまた己が思想の伴侶たるべき騎乗の文房具に対しても何らの興味も愛好心もなく貴族の商人が売りさばく非美術的の意匠を持ってさらに意図するところがない彼らは単に己の居室を不潔乱雑にしているくらいならまだしものことである遠慮会釈もなく外にいで 公衆のために設けられたる料理屋の座敷に上がってはたちまちに掛け物と称する絵画と置物と称する彫刻品を置きたる床の間に泥だらけの街灯を投げ出し吐き清めたる小庭に薪きたばの吸い殻を捨て畳の上に焼け焦がしをなし火鉢の灰に痰を吐くなぞ一挙一動いささかも居室家具食器庭園等の美術に対して尊敬の意も愛着の念も何にもない。 軍どかたの親方ならばそれでも差し支えはなかろうが卑しくも美と調和を口にする画家分子にして格のごとき粗暴なる生活をなしつつ業も己の芸術的良心に外ることなきは下にや下に怪しとも怪しき限りならずやたればこれらの心なき芸術家によりて新たに起こされる新しき文学新しき劇新しき絵画新しき音楽が いかにも悲壮的にして、精神気迫に乏しきはむしろ当然の話である。当節の文学雑誌の資質の粗悪に食事の誤り多く、体裁の卑俗なことも、単に経済的事情のためとのみは言われまい。あだしごとはさておきつ。太君の台所にては、お目かけが心尽くしの手料理、白魚のウニ焼きが出来上がり、 それからおとり前の差しつをさえつまことにお浦山吹の一うは次のきのいずるを待ちたまえと言いたいところであるがゆえあってこのあとは書かず読者了せよ。